愚かな。神の王国は実現していたというのに、真理に。どうせ僕は愚か者さ。村人たちを全て収容しました。ひどく衰弱。そりゃよかった。はっ。村人たちは極度の栄養失調状態にありました。ああ、そういや思い出したぜ。俺ってカデメアで、確か食の戒めってやつだろ。罪を重ねないために現世の汚れたものをあんまり飽食を避け節制することは決して悪く、私としてはあれほどカデメアで教団の書物を書き写しながら、今頃になってようやく教義を思い出した。なんだよ、頭のいいとこ見せたぜって思ったのに。リオンの頭は、うるせえクソガキ。ま、何はともあれ過去よりは今です。今は滋養のある食事を与え療養させています。温かい毛布を支給し、急増ですが、十分な食事をとり、ごく普通の暮らしをしていれば一月もかからずに。ありがとう。はっ、我らにはもった。最後まで見届けたいけど、もう帰らなきゃいけない。はっ、了解しました。もう一つ。あれ、母ちゃん。ケトじゃないか。え、うん、兵隊テト、こっちにおいでよ。お兄ちゃん。兵隊のお姉ちゃんたちが気にしてたから。体の具合はどうだ。うん、兵隊さんがくれた薬草でね。でも、あれれ、不思議だよね。お前たち。いや、それはその変なの。ま、細かいことにこだわるさ。行く。じゃあね。機密保持のためだろうね。村人たちは。なーに、へこむなって。俺、どれくらいでへこんでいるようではハミルと地上でやっていけるか。女神はくじけその息だ。ちょいとー、そこのお兄さんたち。やってらっしゃい、見てらっしゃい。道具やグッドピープルズの出張販売だよ。なんだ、行商人か。まあまあ、最近変なおっさんにも絡まれてるし、そういうの勘弁してほしいんだけどな。まあ話だけでも聞いてみ。エポナです。今後とも。ここまで一人で。めっそうもない、最近は何かと物騒ですからね。荷運びの助っ人も連れてきてるんですけど、今はどっかに行ってしまっててね。やっぱ証拠のないやつを連れてく。それはハミルだっけ。あんたも友達をちゃんと選んだ方がいいわよ。なんだと。あら、あんたのことだなんて一言も言ってないわよ。お買い物。購買部へようこ。購入ですね。何を買いますか。今後もよろしくお願いします。雪屋だよ。どれも一品揃いですよ。Thank you.
整理しちゃいます。これですね。
兄ちゃん、頑張って。よう、元気そうじゃねえの。てめえ、なんだ、まだ根に持ってるのか。小さくて大いに結構。さあ、本の代金を支払ってもらおうか。ありがね、出せ。さもない、おいおい、それ俺の大事な杖だぜ。この杖、叩き売ろうと思ったがよ、ほんと叩き折って薪に使うしかねえ。待て待て待て、やはりブライの賢者ディオギネスの末裔だな。やることがむちゃくちゃすぎるじゃねえの。それだよそれ、なんで俺の本名を知ってんだよ。ディオギネスが先祖の賢者の名前。そりゃお前さ、見通したからに決まってん。くっす、怪しいやつめ。そういうことでもいいぜ。ブライの賢者は東方茶湯。そうなのか。なんだ、いいぜ、悩める。俺もブライの賢者になりたいんだ。できれば歌って踊って。あー、おい、くそ。勝ちに行かないとな。本日は朗報があります。イスパニアは帝国に対して、ですがこの度、すげえ、海を越えた我らが本国。おお、カルト・ハダシュか、名は知っている。古巣のヨシミってことですね。太古の昔、タルテトスにしょ、うちの記憶だとカルト・ヒスパニアってカルト…そうだよ、カルト派だしを執行した移民たちが。だからカルト派だしは僕たちにとって、まあことなく。どういうことだ。皆さんの期待に水を差すようで申し訳ないですが、今回の同盟は表沙汰にはできませんし、我らが帝国に敗れた際には。なんだその条件は。確か連中はハッシュドゥルバル様。そこまで言われてしまいますと、ちょっと不安になってきましたね。今回同盟を申し出てくださったのは、彼はバルカ家と同じくらい古い名門貴族の出ですし、バルカ家とは隕石関係もありますから、個人的にはある程度までは。し名門貴族だろうと、風見鳥には変わりない。大丈夫なの。まあ確かに今一つ腹が読めないのも事実です。そうだ、部門の家であった。ですがハンノ様はハッシュドゥルバル様とはご学友の間柄でした。学友だと。モノマ君、腰抜けであったという意味で。それはここでグダグダ言っていても仕方ないであろう。よくわからない。そうだね、一度ハンノとは話したいと思ってた。同盟は僕たちにとってはありがたい話だ。それでも同盟を望むということは何か切実というわけで、急ぎ船を用意してくれるかな。正気ですか。神聖帝国が巨大な化け物を放ってきたせいで、海上の通商らはあまりにも危険すぎる。忘れてはいないよ、カルト派だしは海を越えた対岸にあって。はて、そんな航路が。カルト派だしは何度も言うように遥か海の向こうだ。その通りです。そして大海原で襲われれば皆。分かってる、だから大海原を横断するのは最短距離にする。具体的には。かつての移民船団の航路を逆に行けばいい。なるほど、できる。その通り、タルテトスを南下すると狭い海峡がある。カルトハダシのある対岸と最も距離が近くなる場所。対岸へ渡った後は船をできるだけ海岸沿いに近づけて、ひたすら東へと進んでいく。何事かあった場合はと。まあ帝国艦隊に捕まって。おい、ぜすべこべ言わず岸まで泳げ。率直に言えばね。なるほど、沈められることさえも織り込み。できれば何事もなく到着したいけど。異論はありません。古来より対岸は辺境の海岸です。帝国の町もほとんどなく、砂漠が続いているだ。ならば決まりだ。